新たな運用が始まりますはい、耳慣れない言葉ですが北海道三陸沖高発地震注意情報と呼ばれるものです、はい、これは東日本大震災の時もそうでしたが大きな地震の後に再び巨大地震があるかもしれないということを注意喚起するものです具体的にこのように呼びかけます千島海溝や日本海溝沿いで マグニチュード7以上の地震が発生した場合に15分から2時間後に内閣府と気象庁が発表し注意を呼びかけていきます、はい、でこの情報発表の対象地域というものもありますそれがこちらですグレーの部分で少し見づらいんですけれども福島県はここですね このエリアでは震度6弱以上の地震や3メートル以上の津波が想定されていまして、うん、県内ですと新千町からいわき市まで全ての沿岸エリアが対象になっていますこ,れこの情報が出されると具体的にはどのようなことが求められるんですか、はいえー、最初の地震発生から1週間ほどは備えを徹底するように呼びかけられます。はい、例えば家具の固定や 避難経路のの確認など平時からの備えまたすぐに避難,避難できる体制で就寝など避難体制の整備が基本でして社会経済活動に大きな影響を与える事前避難は呼びかけられませんこのような新たな運用を始める背景には私たちの事前の備えによって被害を大きく減らせると考えられているからなんです。 松尾さんこの来月から始まる新たな運用ですけれども当然多くの人に浸透させる必要があるわけですよね。そうですね、まあ、国はね、まあ、いろんなことが起こるたんびに新たな防災情報というのを発出するんですよね、はいで。だけどこれってじゃあ私たちどうすればいいのっていうのは多分多くの人たちはそう思う。でだけどこの後発、まあ、地震注意情報というのはね これ福島にとってとても重要な情報なのでちょっと今、日はしっかり説明ささせてください、はい、であの今関係さんが言われた千島海溝、日本海溝これはあの国が想定しているここで巨大な海溝型地震が発生しますとその時に揺れとあの大きな津波非常に高い津波で えー、福島県下含めて最大で19メーターぐらいのです、ね、津波高になるんじゃないか、これ、全国でね、えー、その犠牲となる、亡くなる方は20万人というふうにあの推定されてます、はい、でこれって県内の、ね、犠牲者は、えーまあ、何も対策しなかったら1200人と、国はあの想定してるんですね。 だからこれって地震と同時にね避難すればなんとか人々の命は助かるということも国は指摘してます、うん、だけどいつその起こるかわからないこういうい地震に対してね常に構え続けるというのは難しいんですよ、はい、でだから、例えばの巨大地震の癖これをね利用して命を守ろうというのがこの新たな後発地震注意情報。 これね、もうちょっとどんな癖なのかというと例えば東日本大震災の時に、えーまあ、ここにあの図にあるようにですね、2011年の3月11日本震はマグニチュード9.0。 これバカで2 0 0キロ5 0 0キロ近くの非常に震源気を持った地震だったわけですね、はい、実はその2日前にですね3月9日マグニチュード7.3という地震が発生しているんですよ、うんで。こういうことっていうのは大きな巨大地震が発生する前にちょっと中規模な地震が発生するということは結構、ね、過去100年ずっと見たときに、まあ、例えば100回起こったとして1例か数例ぐらいはあるんですね。でそれを一つの 取、まあ、っかかりにしてですね、はいえー、この想定エリアでこの千島海溝、日本海溝のエリア内でマグニチュード7規模の地震が発生したら気象庁がちゃんとそのことを分析して後発地震情報を発表しようというものなんです,、ねはい、ですからしっかりとこう皆さんに知ってほしい情報となりますし、えー、同時に日頃の備えもこうますます求められる中で。 県内の沿岸部では地元の小学生も参加して津波を想定した訓練が行われました県が富岡町など沿岸市長と連携して行った訓練は福島県沖で大きな地震が発生し浜通り全域で震度6強を観測

富岡町職員や地元の小学生などおよそ170人が参加、ね、津波到達までは30分程度と想定され参加者たちは高台に開設した避難所への誘導方法などを確認していました赤ちゃんだったから分かんなかったけど津波とかの心配もあるから まあこういうに遠い、遠いところとか、高いところに逃げるのは大事だと思日本海溝などで大きな地震が発生した場合、すぐあとにも大きな地震が起き、津波被害も想定されている県内の沿岸部の自治体。避難準備を求める後発地震注意情報の運用開始が来月に迫る中、 このような避難訓練はより一層欠かせないものになります大きな地震の後にまた立て続けに大きな地震が来るというのは東日本大震災の時も同様に起こっていることですのでそういった危機意識というのは常に持ちながらですねまたあの情報的確につかみながら備えたいというふうに思っております 富岡町は今後、住民などに対して後発地震注意情報の周知を強化ししてていいくとしています、はい、今回のこの避難訓練は後発地震注意情報を想定したものではありませんでしたけれども松尾さん、こうした避難訓練を重ねていくことが防災・減災への近道といえそうですよね。これねあの東北のの沖合というか三陸沖といいううかは 今回、東日本大震災、まあ、あの大きな地震でしたけど、はい、ああいう津波とか揺れを伴う地震というのは、だいたい20年から、ね、50年周期で起こるんですよ。で、それちょっともう一回考えたときに、はい、もう東日本震災から少なくとも11年過ぎてるわけですね、すねだからちょうどこう、曲がり角ですよね、まあ、ちょうどあと,あと下手したら9年、10年したらまた起こるかもしれない。だからその意味じゃ やっぱりこういう訓練というのはね、やっぱ欠かさずに行うべきだと思います。はい。この後発地震必ず発生するわけではないんですよね。そうなんです。あの過去100年の世界のデータを見てみますとこちらです。はい、マグニチュード7以上の地震が発生した後に1週間以内にマグニチュード8以上の後発地震が発生する確率というのは100回に1回程度と考えられているんです。はい またこの下です、後発地震注意情報の発表は2年に1回程度で、その大半が空振りになると見られていますですから、松尾さん、この情報の制度もしっかりと理解はした上で、空振りも許容していくこと、これは大切になりますねこれね、あの地震学のね研究が進んで、いろんなことがわかるようになったんですよ、もう例えば10年前、はい、20年前と全然状況が変わってんですね。 で今回、この後発地震注意情報もその巨大地震が想定されるアでね先ほどまあ関係さんが言われたようにマグニチュード7以上の地震が発生し1週間後に後発の巨大地震が起こるというのは100回に1回ですとえ100回に1回って言ったら99回空振り、うん、いやだけど後発地震情報が発表されて、えー、例えば あの本当に対策を打ってなければ福島県下で千二百人亡くなるんですよ。はい、で危険なところにいる人は逃げるべきなんですよ。生きてさえいればいいじゃないですか。だから災害が起こらに起こらないにしても何もなかったね良かったねって言える社会にすべきだと思うんですね。はい、まあそれが僕重要だと思うんです。でそのためにはねえっ、ー、と何が必要かというとこの揺れの大きさとかねあれ襲ってくる津波の高さっていうのは。 どういうものなのかで、どれぐらいの時間で襲ってくるのか、こういうリスクをちゃんと知る、2つ目、逃げ場所を話し合っておく、これ、家族で話し合うしかないですねど、どれだけの津波がどれぐらいの時間で来るかと、じゃあ逃げる時間は、もうそれ1時間で来るとしたら30分未満で逃げようよと、まあからあかじめ家族で話し合って決めておく、でそれに逃げるタイミング、ですね後発地震情報が発表されない時もあるんですよ。だからら少なななくとも大大きき揺揺れれれがが発表されたらば 発生したらば緊急地震速報等が来るしさまざ、あ、まな情報が福島テレビを通じて伝えられるわけですよでその情報に向けてどう行動するかこれやっぱりねこの3つのことを皆さん確認していただきたいこれが重要だと思います。